割と5月5日か、5日の朝早くなんですけども、ちょっとなんかあれですか、髪、まあまあまあ、いや別に、あの、癖がつ、まあこれあの,この、この前にですね、あの、これ見ればわかる人いるかもしれないですけども、あの、質問箱から来た質問に対する回答動画を撮ってたんです,ですよね。で、その時は、えー、と手拭いを巻くというルールがあるので、その手拭いを巻いていて外して、 この雑談動画を撮ろうとしているので、まあ、こういう感じになるんですけども、その質問箱から来た方でね、その将来フランスの先生になりたいっていう感じで、で僕はどうだったのかとか、僕が何を僕が教えていて面白いと思うことは何かとか、苦労していることは何ですかっていう感じの質問をもらったんですよ。でこれ本当にね、嬉しい話で,で、これちょっと実はこの質問が来る前に、あることについて話そうと思っていたことがあるんですよね。なので、それを先に話そうかな。あれ、どっか行っちゃったな。 えーとですね、まあ、要するに、ああ、消えちゃったか。要するに、あのー、えっ、ー、と、新庄剛志って分かりますあのプロ野球の今は日本ハムの監督さんですね。なんですけれども、その新庄剛志っていうビッグボスだっけ というふうに、まあ、呼ばれていたりとか、あるいは自分で呼んでくれって言ったのか分かんないけれども、っていう人がいるんですよね。で、その新庄ビッグボスっていう人が、その球場にやってくるとき、つまり通勤するときに、ものすごい派手な車に乗ってやってくるんですよ。で、それがだから、あの、今は、なんか、2億円かなんかのフェラーリだったっけなかなんかに乗ってやってくるらしいんですよ。で、それがなんでかっていう話をしていて、で、それは、あの、 ま,あまず何でかの前にその2億円のフェラーリを買って実はそれはあの5月だっけな5月に入ってから2億円のフェラーリかなんかになってでも3月4月は違ったんですよね3月4月かなんかはえっとなんか3000万円のなんか別な車だったんですよでそんなに儲かってんのかなっていうふうにすごい疑問に思ったの その監督って言ってね、監督さんでプロ野球の監督さんで、年収2億ってか、だって、車を買う2億の車を買うってことは、年収が2億じゃ済まないわけじゃない。なので、それ、どういうことになってるのかなと思ったらば、実はそれは後ろにスポンサーさんみたいな人がいて、なんか1ヶ月とか2ヶ月に1回、新しい車を貸してあげるみたいな感じらしいんですよね。 だから、まあ、結局のところ、その新庄の車ではないんだけれども、新庄の監督の車じゃないらしいんだけども、なんでそんなことをやってるかっていうと、子供たちに夢を与えるためだっていうのよ。要するに、えー、プロ野球選手になると、こういうかっこいい車にも乗れるぞみたいなことを、特にその野球少年みたいな人なんでしょうかね。あるいは、野球にまだ興味がはっきりとしてあるわけじゃないけれども、そういう子供たちに向けて伝えたかったらしいんですよね。で、うわ、なるほどと思って。 で、じゃあ、それが僕ができるかって言ったときに、別にこのフランスの教師がフェラーリに乗っていて夢を与えるかって言ったときに与えるかもしれないけれども、それはまず僕の収入的には絶対できないことなんで,でそ、そしてフェラーリなんか止めとくとこないしね、なんで、それにそんなでかい車を運転する技術僕じゃないのでできないんですけれども、とにかく、の今の仕事が楽しいぞっていうことは、伝えていった方がいいと思うんですよ。 やっぱそういいいいいいうふうにしななととそその仕事を受け継いでいってくれる人がいないとそうするとその業界全体がしぼんでいくことになると思うのであの僕らがやらないといけないことの第一はそのやっぱ自分たちが研究している専門分野と言われるものについて学生さんに向かって楽しく伝えることだと思うんですけれどもそして、まあ、その大学という組織に対して貢献することだと思うんですけれども まあそれと並行して、まあ、今の仕事は楽しいですよみたいなことを何て言うのかなはい楽しいですって言うんじゃなくてこう何て言うのかな染み,す染み出ていくような形で伝えられるのはベストかなっていうふうに思うんですよねだから僕の中ではこの雑談動画っていうのはある程度それの役割を果たしてるんじゃないかと思うけれどもまあでもとにかくそのそういうフランス語の先生になりたいだからあの 資格はこうやって取ったのとか、えっ、ー、と、どういう点を苦労してのみたいな質問来たと思うんだけどね。いや、本当に嬉しかったですね。ぜひ頑張ってください。んじゃあまた。